大麻グミを食べて体調不良を訴える人が相次いだ問題で、厚生労働省昨日なんですが、大麻成分に似た合成化合物 HHCH について、医薬品医療,機法を医療機器法の指定薬物に追加をいたしました。来年2月から HHCH を含む製品規制対象となりますが、来月2日から HHCH を含む製品規制対象となりますが、今月14日には大麻取締法改正案が衆議院を通過ばかりというところで、 さあ今回の改正のポイントを含めまして大麻に関するお話スタさんお願いをいたします。 大麻と言いますとね、大麻、うんえー、取締法ということで、規制をされているわけなんですが、うん、あの大前提としてね、うんあのー、ちょっと誤解を招かないように慎重に言わなきゃいけないんですが、大麻、うん、と麻薬ってまた別問題なんですよ、これ、法律上も別問題でしてね、麻薬に関して言うと、麻薬および抗精神薬取締法という、ねうんえー、法律で規制されていて、大麻、はい、はまた別途、たれには取り締まり法でよって規制されているわけなんですね。はいはい うん、この両者の一番の大きな違いは、うん、対馬取締法はですね、対馬の使用に関しては実を言うと合法なんです。まこれは、えー、今ね先ほど申し、えー、ご指摘いただいた、うんえー、今あの衆院を通過した、うんえー、対馬取締法改正案においては、うんえー、この使用についても。 違法行為になりますけれども現状までは合法なんですよ。うんね、もちろん麻薬とか抗精神薬についた使用は違法ですよ。明らかに違法なんですよ。んでこんな差が出ているのかっていうところでなかなかこれが正しく理解されていないんですけれども、はい、どうしてかっていうと実を言うとね、うん、まあこれもまた慎重に言わなきゃならないんですけれども大麻、うんうん、というのはその毒物としてのね、うんえー、体に関して害があるということに関して、えー、科学的になかなか 一生しにくいんですよその属性に関して言うとですね実を言うとアルコールお酒よりも低いんですね。うん だからそういった点で言うとですね、要するに、えー、大麻の使用を禁止してしまうと、まあ言ってみればですね、じゃあなぜそれよりも毒性が高いものについては許されているのかというですね、うん、要するに、その法のたたつけ上でですね、問題が起こるということで、えー、使用が禁止されている。うん、もちろん、所持、および販売は禁止されている。ですよですから、うん、所持しちゃいけないのに、すうってことはできませんからね。で、ただそれについて、そこも、 入れ込んでしまうとじゃあ、えー、それを、ね、科学的な根拠を持って立証しようということになるんでそこはそういう形は取られていたということなんですよ。うん、で,でそのことを大前提に聞いていただきたいんですが、あのーまあ、そういった、えー、意味で言うとその大麻に関しては世界的な潮流としてです、ねえー、合法化の流れが今進んでいるわけですね。う タイであるとかアメリカの一部の州、うん、そこでニューヨーク州は合法化になってますからね。そういった状況で言うと、まあ、いよいよ日本もですね、そういう流れになってきている。うん、で、中でもですね、医療用タイム、これは、えー、転換であるとか、特に、総、はい、うつ、んえー、病には結構かなり有効だと言われていてですね。 この医療用のタイマについては、えー、解禁していこうじゃないかという流れ、うん、ただ、えー、そうなってくると、えー、一気にです、ねえー、タイマーがじゃあ合法化持っていけみたいな話になってしまうものですが、うん、一定の制限として使用は禁止しようというのが、はい、今はタイは取締法改正の、うんえー、まあ、大きな柱になっているわけなんですよ、うん、でこれタイマーの中身の話に行きますね、うん、タイマーセールの中で問題出されているつまり明定状態になるみたいな ところあるいはよくねあのー、あのす、ー、るに酔っ払った状況になるというのに関して言うとはい、はい、これは THC というねテトラヒドロカンダリオノールというですね、うん、そういう成分がそういう効果をもたらしているんだということが分かってきたんですよ、はいうん、で大麻とい,ういろんな成分が入っているんですが、うん、その一方で カンナビジオールというですね、うん、俗に言う CBD と言われている成分に関して言うと、これは、えーね、その毒性といったりですか、その明敵状態にはならないねうん、うん、と。じゃこれはどういう効果があるのかというと、リラックス効果があるとか。 と言われてるんですよ。うん、で,ですから、この CBD に関しては、大麻由来成分であるけども、CBD に関しては、これ合法だということで、はい、今、世の中的にはこの CBD に関しては流通しているという。すね。はい。そういう状況になってるんですね。ただしですよ。ただし、ね、この CBD にも、に関して言うと、大麻から抽出した場合に、THC が 全く含まない。ゼロかって、そうじゃないんですよ。<ー>一部含まれていて、場合によってはですね、CBD を歌ってるんだけども、うん、要するに許容範囲を超えて THC が入っているというケースもあって、<ー>それは過去摘発されてきてるんですね。ああ、なるほどなで。実は今回の問題というのは合成化合物は、この THC のですね、うん、化学式を一部変えてですね、うんえー、化学的に合成した。つまり大麻由来じゃない。うん 科学的なな合合成化合物なんですね、はいうん、ですから僕どうなんでしょうねこれについては「脱法ドラッグじゃないのか」うんうんうん、言いますよねはい。近いんではないかと、うん、つまり「大麻グミ」との名前が付けられてるけれども、うん、脱法ドラッグ的なっていうのが一番しっくりいくような対応なのかなだからこれはやっぱり問題だろうと。だからそううういいいっった正正しし知識を持ってですね、うん、正しく使うということこが まあ、もし使うんであればね、うん、推奨するわけじゃありませんはい、もし、しそのリラックスしたいなと、うん、夜で眠れませんね、というような。うん え人がですねやっぱり CBD を使うというのはこれはまあ許されてるものですから効果があるんだったら胸を張ってどんどん使えばいいんだけれども、うん、街中でも言ってますからね、うん、ただそうじゃないそこに対してもう少しこれ入れたいなとかね、うん、えこういった方がえ消費者は喜ぶんじゃないかみたいなところでグレーゾーンの商品が非常にたくさんあるということが問題なのかなと思いますねね今、うん、今回あの今日のの産経新聞ににも大きく特集されててるんですけど、ねはい、この報道が出てからなお爆発的にね。 売れたっていう話もあってまあそこには例えばそのまあ多幸感とか快眠とかリラックス効果みたいなのがあってというところでこの時点では別にその買うことに対してという規制はないわけなんですよね菅田さんね。ですからこれはこのねあの条例といったらいいんですかねそれが施行されるのが来月からですから、うん、月代だったらまだ大丈夫みたいなねこ、うん、れもどうなのかなと、ね、でもそれでいうと今回の動きは早かったというふうに見ていいんでしょうかねねそうでですすやはりですね あの、こういった違法、あるいは脱法ドラッグ的なものが蔓延するということは、うん、やっぱり、えー、いろいろと問題が出てくるし、で、なおかつですね、うん、もう一つ問題があるんですよ。うん、これに対してはですね、あのー、ちゃんと、ちゃんとじゃあどういう悪影響が出てくるのか、うん、なんつったらいいんですかね、そういった過去のその、えー、実績がないんですね。うト、ん、ラックレコードで言ったらいいんですかね。はい。で、だから、そういった意味で言うと、あ、これ問題があるから、じゃ規制しましょうということになると、うん、要するに、えー、健康被害を抱えた人が、 出てくるる可能性があるだからこのスピードの対応になってるんですこれあのどうなんですかこの手のものっていうのはおっしゃあのさっきおっしゃっていただいたいたいちごっこではありませんけれどもまた次から次へとそれに似たような、まあ、結局その法の,あの合間を縫ったようなものっていうのは佐々さんこれまたまた出てくるんでしょうかね いや出てくるでしょうねただその一方で先ほど申し上げた合法部分ね大麻由来成分の CBD と言われているものこれは過去ですねその健康被害に陥ることはないという十分な実績を積んで商品化されてるものですからこういったものと要するに脱法的なものというのは分けて考えるべきだと私は思いますけどね。頭では理解できているんですけどやっぱりこうやって聞いてみるとんか CBD も危ないじゃないかってただこういうふうに思ってしまうんですけど けど、そこはやっぱ違うものとして考えないといけないんですね。うんうんうん、そうですね。あのですから、問題になっているものに関して言うと、やっぱり脱法的なね、色合いが強いものですから。うん、そこはね、だから、だから、違うんですよ。問題ないかもしれない。健康被害に陥らないかもしれないけども。うん、特に、そういった過去の実績がないものです。検証されてないものだというところで、やっぱりここは一旦規制するというのが。必要なんではないかなとは私は思います、ねま。まあ、本当によく言われていることです。田さん、これ、手に入れようと思うと、今、あちらね。 のの販売とかを通じて考えたらね、はい、その違法なものも合法なものも脱法なものもといろんなあり方あると思いますけどこれが一種ごとになってえー出てきますのでね手に入れようと思えば手に入っちゃうんですよね。 そうなんですね。うんうん、まあ、それでネットというね、非常に小手柄な手段もありますし、うん、で、えー、場合によってはですね、まあ、大阪の、えー、各地でですね、うんあの、路上で売られているなんていうケースもありますから、うんうん、そういった意味で言うとですね、まあ、あのー、ね、正しい知識を身につけるということが、 必要なんじゃないかなと思いますね。ですよねまあただそのこれをまあグミというまあどっかでこう非常に見慣れた形になって、ね、え接種まあしやすい形になって、特殊な器具を使わなくてもいいとなってくると、まあ気軽にっていうところはまあ出てきますもんね、須田さんこれね。そうですね。うん、そのあのですから対麻グミなんていうとまだついつい興味半分でね、接種してしまう。うん、ですから今回問題だったのは、うん、要するに。 えー、それが接、ね、種するとどういう効果が出てくるのか、1点目、2>, うん、2点目としては、要するに許容量があるのかないのかわからない、うんうん、ある人に言わせればね、うん、あんなにも、ね、あの食べちゃだめだよみたいな人も、中にはいるわけなんですけれども、いやいやそ、そもそもそういうことではないんだろうなと私は思いますけどね。そのあたりもおっしゃるように、その知識というもう含めてそうでしょう、法律面もそうなんですけれども。はい こ,れあのこの a n ーでもかつて取り上げたんですけど須田さんこれ、うん あの世界的な流れみたいなものとね、日本の今、法律はどう向き合っていけばいいのかみたいなところっていうところが、なんかごちゃっとなってて、なんかそういう解禁みたいなところがあったら、あれじゃあやっていいのかなみたいなところっていう、なんかイメージで出てきちゃったりするじゃないですか、スタさんこれ実はですね、日本国内にも大麻というのはたくさん自生していて、ですねお、うん、そう、はい、らく過去はですね、うんえー、そういった吸引というのが禁止されていない以前は行われていた可能性が高いんですよ。でただ じゃあこれ一体いつから禁止されたのかというと戦後なんです、うん、GHQ による指示によってえ禁止されてきた経緯があって、うん、でこれ、じゃあなぜアメリカはえーこの大麻をですねこれまで規制してきたのかというと、その歴史的な経緯を言うとね、もともとアルコール禁止法ってあったじゃないですか。 禁止法というのがありましたよね、アメリカで。で、これがさすがになんか問題だっていうことで、えー、禁止が廃止されたんですよ。うん、ところがですね、それをと FBI が取り締まったんですが、その取り締まるために大量の雇用が発生したんですね。うんうん、で、この人たちクビになるのかっていうと、それは困るねということで、大麻、うんえー、に目をつけられて、大麻、うん、が禁止されたと。うん、ただこれもですね、吸引が禁止されたんじゃなくて、うん、要するに、えー、税金を納めないものだから。うん、つまり、えーだっ 脱税の手法として使われていたものだから、うん、その税金を納めるという意味合いで、えー、で、あの、その規制が行われたというところなんですね。で、その流れがあるものだから、うんえー、日本でも戦後ですね、規制されたんですけれども、うん、ただ、そもそもこれが毒性があるのかどうなのかというところが、うん、曖昧なまま、えー、流れてきたというところがあるんですね。ですから、そういった点で言うと、やっぱり、 ここはね、うん、そのもしこが利用価値があるとするならば、人,うん、人間にとって利用価値があるとするならば、うん、それはねちゃんときちんと検証していく必要があるし、ね、いや利用価値よりも危険性の高いのであるならば、ね、これは厳しく規制していくべ、ね、きじゃないのかなと、私は思いますね、うんまあ、そのあたりが扱いも含めてですけども、ね、あの自然にあるものでとなってくると、余計にということなしね、科学的に作るものではなくてということなんでしょうね。 ね一段落というか一つ法ができてもまた変わってくるのかなというような今お話ある通りでしてただ本当このあたりっていうのはあの今もちろん現時点で、えー、合法として売られているものもこれ規制変わってくるということですから、はいすえー、引き続きご注意いただきたいと思いますはい、はい、下さん今週もどうもありがとうございましたありがとうございました現金総額二十万円プレゼントのお知らせでございます MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの「 MBS ラジオ、上泉雄一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。